頬場寿司は日本の中部地方、近畿地方の一部地域に伝わる郷土料理。岐阜県、長野県、奈良県などに見られる。魚や山菜などを具材としたちらし寿司を頬の木の葉で包んだもので蛍光食として持ち歩き、農作業や木こり仕事の合間などに食する。頬葉に包んであるため食事の際に手が汚れにくく、また酢飯や、 頬葉自体の殺菌効果により日持ちが良いのも特徴である。僕のこの葉を使うことは共通しているが、地域により作り方が大きく異なっている。飛騨地方と東農、中農地方は隣接しているため、作り方は両者が混在しており明確な線引きは難しいが、この辺りを中心に最も盛んに頬葉寿司が作られており、岐阜県から広まったものと言われている。 日立法において、旧暦の単語の節句に、昔から作られてきたもの。まず鮭を1センチメートルほどの大きさに切り、生のまますに一番ほどつける。翌日、寿司作りに取りかかる。まずご飯を炊く。その間に、苗画の若い茎を細かく切る。ご飯が炊き上がったら、大きな鉢を用意し、ご飯、鮭、苗画を交互に均等に混ざるように入れていく。 全部入れ終わったら、上を頬場で覆う。しかし、上には重しを乗せない。しばらくすると、酢がご飯に染み込み食べ頃となる。家庭によっては、タケノコなど他の具を入れることもあり、家により味が異なっている。しかし、比較的、具の数は少ない。最近では、切った鮭を煮たりして、酢に漬ける時間を1時間ほどに短縮するケースもある。食べるときは、 各自が蜂ばを持ち、しゃもじで鉢からまだ熱い寿司を取り出し蜂ばに盛り、山椒の葉を入れて握りながら食べる。この時、蜂ばと山椒の香りが漂う。残った寿司は蜂ばに挟んで山椒の葉を入れて包み保存する。店などで売られているのはこの状態である。この地方では、各家庭で蜂ば寿司が作られるため、家の庭先や畑、空き地などに ほうの木が植えられている光景をよく見かける。東農地方出身政策のほうばずし。酢飯に、酒、キャラブキ、刻んだ漬物、椎茸の甘露に、アサリのしぐれに、金糸卵、くれない生姜、しその実が乗っている。東農、中農地方南部では、昔から農業、林業を生業とする家庭が多く、昼食を畑や山で取ることが多かった。そのため、 携帯性が良く頬の葉と酢飯の殺菌効果で日持ちし、また近隣との作業の助け合いでまかないにも便利な頬葉寿司が広まったと考えられる。頬葉寿司の時期が田植えの時期と重なっている点も農林業とのつながりを示している。中農地域では6月頃になると国道沿いや山沿いに頬の木の白い花が目立ち、初夏と頬葉寿司の季節を教えてくれる。事前に酢飯を作る。 方葉に酢飯を乗せ、その上に、いろいろな具を乗せて最後に葉を四角くたたんで、紐で結ぶ。具は、切り身の酒、皮魚の甘露煮、舞茸、わらび、キャラブキ、紅生姜、デンブ、しめさば、きゅうり、漬物のみじん切り、蜂の、このつくだ煮などバラエティに富んでいるが、地方柄山の幸が中心となっている。酢飯を冷ましたり、桶などに並べて、 おもしを乗せるなど、作り方や具は、それぞれの家庭によって多岐にわたる。九条市など、九条地方とも言われる地域では、寿司おけで事前に酢飯を作る。そこに、じゃこ、煮付けた、人参ごぼう、椎茸たけ、鮭などを入れよく混ぜる。出来上がった寿司を頬張に包んでいき、おけなどに並べ、上から軽く、おもしを乗せる。基礎地域に伝わる。 チラシ寿司を頬葉で包んだ蛍光食。このほか、西内寺でも見られる。西三河に伝わる。吉野郡東吉野村の郷土料理で頬の葉寿司と呼ぶ。塩サバの押し寿司を頬の葉で包んだもの。江戸時代、熊野から吉野に持ち込まれた塩漬けのサバを使った晴れの食事として生まれた。ありがとうございます。